ふざけるんじゃねえ。青木香のハメ撮り動画流出の件について、ちょっとこれ動画撮らないとまずい状況になってるなっていう、あのですね、ポルノハブというね、ちょっと激ヤバなサイトがあるんですよ。もうちょっと私は見たことないですけど、なんか変なそのドラムロールでね、こうオープニング曲なるサイトがあるんですよ。で、そのサイトね、まあ、YouTube のエロ動画版みたいな感じで、いろんな人がね、動画アップロードしてお金稼いでるの、チャリンチャリン。で、そこに青木香音の、なんか、ハメ撮り動画流出みたいな。まあ、それの件で、ちょっと私、今本当焦ってて、動画、待って、なんで私これ、逆に来てんのこれ。裏返しじゃん。そう、その、件で、釈明したいんで、ちょっと最後まで見てってください。まずその動画を検索しないでください。その人に再生数がいって、その人がお金を稼ぐ、ことになってしまうので、その人にですね、私は再三連絡して、消して消してって言ってるんですけど、消してくれないんですよ。だから私は法的に戦う準備してます。今まで私に攻撃してきた、ま、全員女の人だったんだけど、もう、私より、法的に報復してますからね、ボコボコにしてますから、絶対に私は負ける気がしない。で、なんでこんなことになったかっていうと、ここ最近ですね、たくさんの男性視聴者さんから、もうポルノハブ見てんでしょ？こういうエロ動画ってなんかよからぬことやってんのかわかんないけど、なんかツイッターの DM に、カノンさん、え？みたいな。え？そういうのや、出てますけど大丈夫ですかみたいな。あと私のプライベートの、ね、LINE で男友達からも、8人ぐらいか？多分8人ぐらい、あーもうこれ、もう気になってやばいんですけど、8人ぐらいから連絡来て、あと女友達2人から、ああ、そういうの見てんだと思ったけど、その友達仲いい女友達だからさ、ああ、そういうエッチな動画見てんだね、みたいな。まあ、私はそういうね、エロ動画嫌悪感あるから、もう自分の世界だけでそういうね、ことをいたしたいと思う派だから、人のね、営みを見てっていうのはもう、けしからんって思う、思想の持ち主なんで、はい、まあ、それはどうでもいいんですけど、で、結論から言いますけど、そのハメ撮り流出動画は私ではありません。お願いします、信じてください。本当に私ではありません。今までですね、私はいろんなその悪質なね、そのなんか出会い系サイトとかのなんか画像とかの私使われたりしてたんですよ。あとはこの前生配信中になんかこう服めくれちゃって前髪をこうやって直そうとしたらへそ出しの服だったからさ、なんかもうなんか丈が短いのだからペッてめくれちゃってブラジャー丸出しにしちゃったりとか、そのね放送事故のやつもなんかエロ動画の広告に使われてしまったりとかしてて、だからそういうね事例がいっぱいあるから、まあでもそんなにいちいち相手にしたらキリがないと思って、もういっぱいあるから今まで本当に、だから無視したんですけど、今回のやつはあの流出動画の再生数が300万再生ぐらいいってるんですよ。もうただごとじゃないなって言って。だいたいああいうのって、外国人とかこうやって不正アップロードしたりとかして、多分お金稼いでるんだよね。でもね、違うんだよね。今回日本人なんだよね。本当に、もうこの動画見てたらすぐ消してください。ぶっ飛ばしますからね、絶対に許さない。で、その、流出動画が、何が立ち悪いかっていうと、私、過去動画出してるんですよ。性被害に遭ったことを、こう、なんか告発するっていう、なんか、まあ、半年前ぐらいに出した動画があって、その時私、実際にそういう、ハメ撮り動画を撮られたことあったの。なんか、俺とこういうことやったことを、口外したら、そのハメ撮り動画をなんかバラすぞ、みたいな、なんかそういう脅迫を受けたことあって、私、実際にね。もう、あんまりこのこと語りたくないんだけど、なんかもうフラッシュバックしそうで。で、だから、多分、それに多分リンクさせてんだよね。信憑性を高めるために。そうです。信憑性を高めるってことは、そういうこと。あれは違いますか？私じゃありませんから。確かに、シルエット、全体的なシルエット、ちょっと背が高かったりとか、なんか、ちょっと細身の感じの雰囲気が、もうすごい私が見ても、めっちゃ似てるなと思ったの。でもたださ、青木香音に似てる女なんてさ、もうそこら辺にいっぱいいるわけよ。こんなやつだからさ、いっぱいいるわけだから、違いますから。しかも、ほくろの位置も全然違うしね。青木香音のほくろ多いでしょ。まあ、
まあこれ偽物のほくろなんだけどさ、書いてるから、あの鼻のここ以外ね。それ言うと信憑性なくなっちゃうんだよね。あ、だからまあ、でも ほくろの位置が全然違うんで、だから私じゃありません、あれは。うん。もうなんか本当に、めっちゃ似てるんだよ。だから、なんかもう親にもさ、見られるからさ、そういうの本当にやめてほしいんだよね。で、まあ、それが発覚したのが1週間前で、で、私は4日間猶予を持つと言って、あの、その投稿主に連絡してたけど、未だに来ないから、で、それ以上どんどんさ、あの、その間にも、再生数が増えていくわけよ、その動画がね。もうだってもう340万再生ぐらいになってるから。だってこの前までさ、2日前までだって260万再生とかだよ。おかしくない？でも、なんか、ほとんど見てるの日本人じゃないんだけど、でもさ、日本語のタイトルついてるからさ、なんか、ジャパニーズ、なんか、レディーとかさ、なんかあの、なんか、もういろんななんか、セックスとかさ、なんか気持ち悪いなと思うんだけど、でそこにもっと男の子、青木とは書いてあるけど、青、丸、か、のん、の、のんだけ、丸みたいな。だから木と、歌だけが丸伏せ字されてんだよね。もうそれで、ね、もう悪質性が余計に強い。もう本当に私、今あんまりお金ないから、その動画投稿そんなにしてないからね、お金ないから、あの、戦闘力ないかもしれないけど、ポケモンカードって言ったら私もう戦闘力取り戻すからね、絶対に負けないからね、もう今すぐ消してください。この、あの、動画にはその投稿主のリンク、見つけても皆さん載せないからさ、その人にお金がチャリンチャン入るから、だったら私に今まで稼いでお金払ってくださいよ。本気で怒ってますからね。ただ、まあ、そういうことがね、本当にここ最近増えてて、っていうのも、あの、私、ウーム株式会社っていうね、その、インフルエンサー系の事務所をね、辞めてから、なんか、悪用されることがすごい増えたの。なんか、よくさ、ツイッターとかさ、あの、インスタグラム広告見てるとさ、こう、迷路脱出ゲームみたいなさ、こう、広告流れてするんじゃないですか、ゲーム広告ね。で、こう、水を流して、こう、水流をこう、バーってやって、マグマに当てて、そこを上を歩けるようにして脱出しろみたいな。で、私そのアプリ自分でもやったことあんの。マグマをね、水で固めた瞬間に、私のこれがなんか、ブラジャー丸出しにしてるやつ出てきて、へえ、なんか、私いるんだけど、みたいな。なんか、こんなあの子もそんなことやっちゃうよ。詳しくはこのサイトをクリックみたいな。ふざけんじゃねえみたいな。私そんなことやってねえぞと。自分の生配信だけでしか私はブラジャー丸出しにしてません。本当に怒ってるからね。うん。ほら、この動画もですね、その投稿主に、ね、貢献しないように、もう数少ない私のね、労力だけで完結しようと思ってね、絶対に動画編集しないからな。もう、その人のためにね、私貢献しちゃったらどうしようと思ってるから。ただ、わかんないよ。この動画撮ってる段階ではまだ残ってるかもしれないけど、公開した段階で消されてたら、まあ私はそれはそれでよかった。ただ、ツイッターとか、インスタとかに、すごい DM で、あ、やばいな、私。私、なんか、こういう緊張したりとか焦ったりとかする突発性難聴を起こすんですよ、昔から。昔からではないんだけど、なんか、今私ね、耳がすごい飛行機の中でこもってる感じになってる。あ、どうしよう。唾液飲み込んでも全然聞かないんだよね。もう今こっから空気抜けちゃってて、全然何喋ってるか自分でもあんまり聞こえない状態。もうそれぐらい私はね、嫌なんですよ。うん。っていうことをね、皆さんに伝えたい。本当だったらこういうことはもうくだらないからね。絶対にスルーするんだけど、あ、乗った。うん、絶対スルーするんだけど、あ、もうすごい聞こえんな。でも、あそこまでこんなに再生数がいってしまって、いろんなね、知り合いとか、視聴者さんが DM くるんだったら、これ逆に反応しないと私、なんか、目視してる、なんか、黙秘してると思ってさ、なんか逆に、あ、あいつそういうこと実は陰でやって、税金払うためにお金を稼いでんだみたいな感じでさ、思われたらかっこ悪いじゃん。まあ、かっこ悪いというか、まあ、あとはその私が過去に性被害に出して、うん、性被害あったことをさ、カミングアウトした動画がさ、ヤフーニュースとかに載ってさ、トップになっちゃったからさ、私の視聴者さん以外でもね、ハメ撮りされたってこともね、大々的に私報じられてるから、ああ、あれがついに出たんだな、みたいな感じで、こう、話が噛み合っちゃうんですよ。リンクしちゃうんですよ。だから、それは絶対に私は、阻止したいんで、今回ね、それを避けるために、まあ、動画を撮ってるっていう、
次第です。絶対皆さん信じないでください。本当にお願いします。赤いソファーで私座って、うん、そういう営みしてませんから、お願いします。